い、ちょっとミニ動画みたいな感じで、うん、おしゃまんべの水柱、うん、なんか水柱が8月6日ぐらい7日ぐらい、うん、から吹き出して、今8月29日だけどまだ吹き出し続けてるってことなんで、ねえ、話題のスポットだし、あとちょうどもう帰りでおしゃまんべにこう通ったので、うん、ちょっと見てみましょう。そうだね、紹介しましょう。ゴーゴーゴーって言ってるよ。これこの音そうなの？え、なんか太鼓みたいな。すごいね、祭りの太鼓みたいな音がする。行きましょう。え、この音そうなの？爆裂の音してるよ。ほんと？ほんと？すごい音してるよ。すごい音してる。やばいね。え、本当に？楽しみ。もうさ、普通の住宅街。え、見て。え、すごいすごい、上がってる上がってる。え、あれ？めっちゃ高く上がってるよ。屋根がこれぐらいの高さでしょ？何メーターぐらい？30メーター、40メーター、わかんないけど、めちゃくちゃ上がってるよ。急ごう。うわ。すごいすごい。日が暮れちゃうよ。すごい音してる。なんだあれ、市民家のね、なんか迷惑になってるらしいからね。そうだ、ここに住んでる人もいるからね、ちょっと静かに観光しないといけないけど。すごい、うわー、なんだあれや。すごい、音がどんどんでっかくなる。大変じゃん、近所の人。やばくない？うわー、だんだん近づいてきた。本当に街中のこんなところに出るんだね。神社があるね。うん、神社があるね。こんなことってあるんだ。なんかアトラクションみたいだ。見える、あの水のここが見える、逆の滝みたいになってる。あ、本当だ、吹き出してる感じがね。うわー、ここか。すごい。8月8日おしゃまんべ町の飯稲荷神社の裏山から突如巨大な水柱が噴き出しました。塩分を含んだ地下水とメタンなどの天然ガスが70デシベルの轟音とともに勢いよく噴出していましたが、9月25日から26日の明け方にかけて水は完全に止まっていたそうです。この水柱は60年以上前に行われた石油と天然ガス開発のための掘削後、埋め戻された直径わずか5センチのパイプから吹き上がっていたそうで、調査によると実は60年前にも同様の出来事が起きていました。内部にはガスがまだ残っていて、再び水柱が噴き出す可能性もあることから、ガス圧と噴出量を調節できる鉄製の蓋と防音パネルが設置されました。轟音で悩まされていた住民は水柱が止まってよく眠れるようになったということなので、一安心ですね。ものすごい勢いだね。1ヶ月近く、うん、20日以上吹き出してんだって。温泉水なんだってね。楽しいね。すごいな、初めて見たよ。すごい、この音だもん。近所の人はたまったもんじゃないな、これ。一晩中だったらな、大変だ。硫黄の匂いみたいなのちょっとしない？本当？ちょっとしない。あ、そっか。わかんない、ちょっと近くじゃないとわかんないかも。すごいわ。びっくりしちゃった。うん、これは見る機会ないよな。なかなか、ほんとちょうど寄ったからよかったけど、よかったからよけどってか。うん、でもわざわざ全国からやっぱ見に来てる人がいるみたい。またこういう事件が起きたら、どんどん撮っていきたいね。あ、今日何日って言っとく？今日はね、8月29日です。うん、状況はあんな感じ。もう全然ピシュピシュだね。止まる気配なし。うん、おしゃまんべ町のね、水柱でした。でした。それでは、じゃあね。